はい、こんにちは、コムさんです。今回これやっていこうと思います。134ルビアね。はい、なんでこの時点というかね、こういうタイミングでこのシルビアをやっていくかっていうとね、ずいぶん前からこれ買ってあったんですね、実は。で、作りたかったんですけど、ずっとね、なかなか作る間がなかったということで、今にずれ込んだということだけのことなんですけど、はい、実はコムさん、もうちょっと若い頃にね、これ乗ってたんです。ケーズね。ケーズやったかな、ケースか。うん。乗ってたんです。エラーロはね、フロントこんながっつり、エアロじゃないんですけどね、バンバン、ちょっとフロントスポイラーついてて、ね、サイドステップと、リアスポはついてましたけどね、こんな感じでついてましたけど、黒のね、ちょうどこんな感じで乗ってたんですね。なのでね、ちょっと作りたいなと、はい、思いまして、はい、これにね、手出していきます。はい。それではね、開けていきましょう。ね、開けていきましょう。では、開けるわね、そらね。開封動画ですもんね。開封動画というかね、もう、何やったら切っていきたいんですけどね。まあ一応、パーツから、コムさん実はこれ買ってね、中全然見てないんです。はい。なので、これ、青島さんの24分の1ね。ということで、はい。そんなとこですよ。はい。開けました。開けましたよ。まあ、いきなりね、こんな感じで、こんな感じで、デカールは、こんな感じですね。メーターと、車検とかね、そういう感じのやつに、ちょっとナンバープレートとね、はい、シルビアのマークね。これはケースと、なんかいろいろありますけどね。こんなマークあったかな？よく見えない。よく見えないんですけどね。はい。ちょっと、メガネかけてながらもよく見えないな。なんて書いてるのがよく見えない。はい、インタクーラー、ターボ、日産。そんなとこかな？ツインカム16。バルブか。はい、ツインカムターボ、インタークーラーって書いてるのかな。そんな感じのデカールですね。デカールの話長いですね。はい、で、これね、ウィンドウ用のマスキングテープつけてくれております。はい、で、クリアパーツはこんな感じと。はい、すりガラス状、この縁はすりガラス状になっております。で、次ね、もうボディ行きましょうか。これはおそらくね、シルビアのシリーズの、あれですよね、金型は共通というか、なんでしょうかね。なかったかな？ありましたよね。他にもね。なかったかな？綺麗な感じで、今のところね、開けましょうか。開けていきましょう。これはね、封してないですね。なんかね、折りたたんでるだけで。なんかね、動画でね、箱詰めシーンみたいなやつね、これじゃないですけど、トラックの模型やったけどね、箱詰めシーンみたいなやつね、やってたんで、偶然見かけたことがあるんですけどね。はい。ちょっと言えば、ここのラインがふにゃふにゃっと曲がっている。軽くふにゃふにゃっと曲がっているかな。通りは通ってるんですけどね、なんかこう、ちょっとぐにゃぐにゃっとしてますね。この辺がちょっとね、引けかな？引けというか、ね、こう、ぐにゅーっとこう、通り道なのか、こう、ぐにゅーって寄ってきたのかっていうね、こんな模様が入ってますけど、これはこうね、ここでパキッて割れる可能性があるんで、そこだけ要注意ですよね。なんか割れそう。ほんまにね。なんです。ここもね、ここが怖いな。なんかすごいライン入ってる。はい。で、あとここね、ここちょっとデコボコっとしてますね。ガタガタってしてますね。これやっぱりあれかな。他のやつ、ね、シルビアの模型の金型のっていうことなんでしょうね。はい。そういうことなんでしょうね。だから愛はちょっと心配というかね、合わせていかなあかんのかなっていう感じがしますね。はい。ボディちょっとこっちって踏まえて。あ、そうそう。箱よ。はい。だからね、これテープで止まっております。いいですね、テープ。
テープとかいいですよね。あのホッチキスやったらね、ホッチキスまあいいんですけどね、ホッチキスやったらちょっとこうね、いろんな気使わなあかんところがあったりするんで。はい、そしたらね、これフロントスポイラーねなんですが、ここでチョキッと切っちゃうね。はい、アンダーゲートっていうことかな。はい、ここでまあまあちょっとね、こんなん注意ですよね。これこうはめ込むね、あのダボ代わりになる可能性、まあないと思うけどね、なあるもんね、そういう時こともないのかな、そういうのがあったらかな。ね、はい、まあこんな感じでしょうか。ん、合うのかなこれ、どう、あーそこか、あーはいはい、えこうか、ん違うな、んまあシルビア乗ってたっていうのと、プラモデルね模型組めるというのとまた話別なんで、これはちょっと違うね。何かこうあれだね、あのマスクがあってね、パーツにマスクがあって、んでこれがつくという感じなのかな。そんな感じします。ちょっとどうなんでしょうか。まあ、切っていきますけどね。青島さんのキットとしては、こんな感じですね。このね、こういうのね、みたいな、なんか使えへんかなって思うんですよね。これ、ここ切ってしまって、こういうなんか、こう気にしてね、持ち手とかにできへんかな。こう、なんかこんな感じでね。うん、可能性あるよね。台にするとかね。可能性はあるね。アンダーゲート切っていこうか。はい、これもね、だから注意ですよ。これがね、はめ込みに使われるものじゃないとは思うんですけどね。そうやとしたら怖いですよね。そんな まずそんなことないと思うんですけどね。そしたらね、これはこうね、圧着のパッケージになっております。まあ、これも一応開けていきましょう。パーツね、どんどん開けていきます。これはこうだね。こんなんね、こうやって置いてたらワクワクしますよね。ワクワクする。とにかくワクワクします。この黒パーツっていうのがこれのっていうことなんかな。専用パーツっていうことなんかな。よく青島さんのやつよ、あのね、旧の金型のやつ、そのまま余計目に入ってる時とかありますよね。なんかカピラ飛んでるよね。なんかね、パーツのかけら、うわ、可能性あるな、これ。ああ、これ可能性あるな。折れたとか、なんか可能性あるね。うん、一応ちょっと置いとこうかな。うん、折れてなさそうやけどね。うん、破損してなさそうやけど、ミラーでもないしね。こんな感じのやつね、多分ゲートかなんかのかけらやと思うんやけど、塩箱の中に置いておきますね。はい、そしたらパーツ的には切っていくのはボンネット切ろうか。ボンネットね、ボンネットもね、ここがっつり引けてるような感じです。なんかあの深くはないんやけどちょっとこう引けとるでっていうねところかな。はい、あ、分かりました。さっきのやつ、これかな。こういうところのやつ折れたんかもしれんね。はい、もうさっきのやつないんで、もういいですけど。これミラーも切っていこうか。もうどうせ処理していくんでね、ミラー切っていきます。はい、ミラー何種類とか入ってんのかな。で、シートがね、シートはこっちにもあるんですよ。多分こっちのシートの方が、使うと思われますね。うわ、これなんかすごい。うわ、すごい。あ、違うのか。網か。これも開けやなあかんので、ちょっと待っておきましょうか。ここにね、シートの、あるんですけど、ね、これよりあっちですよね。やっぱりこれは一応、S13 シルビア、S13 シルビアと書いて、デカじゃシートのパーツということで、ついてますので、おそらくね、
ノーマルなっていうかね、あのこれではないシルビアのあのキットですかね。これバーフェンあれやねな、後付けですよね。さっき見てたらついてなかったもんね。これやっぱりあれやね、ノーマルのシルビア仕様のやつ の, あの使い回しというかね、青島さんのやつなんかいろいろあったような思うな、シルビアね。なんかあったような気がする。77、78、75、76ってこれ分かるかな、多分、まあ、よく形に似てるけど多分合わせてみたら分かると思うんで、こんな感じで、インタークーラーなんかな、これは。これ切っていこうかね、こんな感じね。これはここはおそらくこれいらない部分なんですけど、一応まあ置いときます。でこれサイドステップかな、サイドスポイラー、サイドスカーというのかな、で処理はまたね、あれするんですけど、あ、これはナンバープレートだろうか。ナンバープレート切っとこうか。もうどうせ切るんでね。切っておきましょう。86ということでね。これは何やろ。これはおそらくね、タイヤの、パーツなんで、一応壊して置いとこうかな、と思います。そしたら次ね、いっぱいあるね、パーツが。これはリアウィングやね、GT ウィングということでね、これも切っといてもいいんやけど、これはこれでちょっと GT ウィングということで切ろうかな。わかるか、わかるということで切ろうか。切ってきますね、切ってきます。はい、かっこいいな、なんかワクワクする。ね、シルビア乗っておられた方なんかね、もう相当好きで乗っておられたと思うんでね、どっちかというとコムさんなんかはね、もうあくまでも足なんでね、うん、走ればいいやって感じで乗ってたやつな、乗ってる感じなんでね、それでどうこうって言うんじゃないんで、はい、ね、それでね、ガンガン走ってる人に言ってみたらね、もったいないこと言うわみたいな感じがすると思うんですけどね、はい、これは網のメッシュのねモールド、綺麗に入ってるな。これはこのまま使うか、こんな綺麗だったらね、まあ穴開けてメッシュにしたいところでもあるんですけども、まあ、ちょっとどこにどうつくかっていうのはね、いまいち分かってるようで分かってないところであるんで、はい、インスト見ながらね、ちょっと注意しながら、穴開けるものなら穴開けるというね感じでいきましょうかね。こう切っていきましょう。今日はもうまあまあ切っていくっていう感じかな、このままいくとね、まあまあいいでしょうね、だいたい切ってね、で次のタイミングでね、ゲート処理して、で、ね、かっこよくしていくというのがいつもの流れということになってるんで、これは、78、5678と。あ、これは形状でわかるんだね。ここで切る、映ってる？あ、これ切ったんかな？で、ここで切る。お、落ちたかな？落ちちゃったね。ちょっと一旦と。はい、どんどん切っていきます。まあ、大きいパーツなんでね、落ちても後で探せば、まあ、見つかるんですけど、もしかしたらね、もしかしたらまた妖怪がね、妖怪。ね、ね、妖怪ですよね。持っていくんですよね、妖怪がね。これもさっきの足回り刺すような、パーツっぽいんですけどね。ワイパーとこれはまあ置いときましょうか。妖怪さんが持っていくというね。あ、これは、どうなんだろう。甘いか。はい、開けていきます。とにかくね。
これはシャーシと、ね、さっき言ってたシートですよ。レーシングシート。レーシングシートでいいのかな。これ、ここにね、バネが、スプリングがね、ついてるのとね、ちょっとタイヤね、太くてかっこいいんですけど、バリがひどいね。うん、これをちょっと開けるの、まあ、次回にしようか。で、これ、網あるね。網。ああ、すごいな。やっぱりこんな感じの網なんやな。これは、穴開けてこれ使ってもいいよって感じなんかな。ね、ちょっと置いときましょう。で、これが、マフラーね。ごっついな。これ、メッキやねんけどな。これ、多分、合わせ目消ししたら、どうやろう。メッキ塗装せなあかんの違うのかな。どうなんだろう。このままで使えたらいいんやけど。綺麗ですよね。このままで。焼き色つけてみたいな。はい。そしたらね、シート切って。うん。シングルシートということになるのかな。これ使うということは1個なんでね。うん、コムさんのは一応ね、いろいろ載せやなあかんからね、いっぱいシートありましたよ。前も後ろも全部ちゃんとありましたけどね。そうか、ここにホイールやな。ホイールはね、メッキパーツと、開けましょうか、メッキパーツと、黒の部分のパーツがね、別々で入ってお、なっておりますね、ランナーが。この辺りはあれかな、青島さんのいつものパターンというか、あ、でね、これね、ここ、ランナー自体がもうこうやってね、ここでダボでこうしてね、こうですよ。これこうやって飾っとくんかな、これをこんなしてね、はい。こだわりでしょうか、これは。こだわり。そしたらね、もうこれラストの袋になりますけども、あ、そうか、シャーシ切らなあかんな。こっちはね、おそらくクリアパーツと、ね、こんな感じでね、ライト周りか、ライト周りとメッキね、でクリアパーツと、これもライテールやね、これテールとライトのやつね、こんな感じで、あ、丸い仕様のライトのあのカバーもあるんだね、変えられるんだ、やった。あ、これライトの、これあれですね、このパーツこれやな、使うのどうやらね、うん、これだ。はい。で、この中のね、内装パーツはこれしかないんで、多分これね、何やったっけ、バスタブバスタブですね、バスタブになるのかなっていうね。で、これ内装ね、内張りですよね、内張りと、あ、で、ステアリングはこのね、さっきのと3種類であるんかな、さっきのあれかな、ちょっと走り足をっぽい感じかな、な感じでね。ナンバープレートももう一個あるんですね。前つけず、さっきのは前つけずに後ろだけとかいう感じのやつかな。はい、あ、危ない。このペダル細い、折れそう。はい、これがダッシュボードね。ダッシュボードですと。で、これはね、これが使うと思いますね。この辺はね。で、ワイパーがあっちとこっちとね、さっきのやつとあるんで、また寄ると、選ぶということでしょうね。寄るというのは並べんでしょうか、関西弁でしょうか。うん、よりすぐりの夜ですよね、うん、選ぶということで、はい、これがね、シャーシ、うん、シャーシ 裏側はまあまあね、作り込んであるのかな、まあちょっとこう、まあ実写から言うたらちょっとほど遠いかもわからないけど、まあまあね、こんな感じでできておりますということですね。
はい、まずね、こう大きいところのね、シャーシーから、ゲート処理していこうと思います。ゲート処理の、パーティングライン処理ね。まあまあ、シャーシーはゲート処理ぐらいでしょうか。あ、ちょっとここにバリあんのかな。うん、この辺はよく見てね、あの引っ掛けるね、ようになってるやつやったらあかんので、よく 見極めてね、これはバリだなと思ったらもう切っていくと。いう感じですね。これだけかな。今のところだけですね。やっぱりちょっとこう若干の、金型のっていうところはあるんでしょうかね。でちょっとこうゲート処理してですね、さっきのバリのとこもね切って、この辺もねちょっとこう面取りっぽく取ってね、ちょっとこう軽くね面取りっぽく取っていきます。ここにねゲート跡あるんですよ。ここに1個だけね、はい、こうもねこう削っていってなんかね、日産の車両、プラモデルでね、日産の車両って多いように、コムさん、思うんですけど、気のせいでしょうか、コムさんが日産の車両をよく作る率高いということなのか、ね、なんか日産の車両がめっちゃ多いような気するんだけど、ま、これ、トヨタと日産と比べたらの話ですけどね、あまあまあ、他と比べてもか。日産の車両めっちゃ多いように思うんやけどな、どうでしょうかね。こんな感じで、こっちリアやから一回これ合わせてみようか。ああ、とこれで合うのかな。あ、やっぱりフロントのこの顔つけてコントはめ込みができないということで、こうウリアははまるんやね、ここにこうですよね。あ、こんな感じですよね。まあまあ入りますと。ちょっと若干ここが隙間かなり開くのはどうなんやろう。これ何かスポイラーとか内張りとかっていうところのね あれかな隙間なのかな、ね、こんなスカスカに開いてるんで多分その辺のだと思われますけどもね。はい、そしたらこれね、これねどうやろう。まあ、このまま行ってもかっこはええんだが、ちょっと起こさなあかんのかな。ちょっとこうバリ取っての下手に取って合わへんかったらあかんのでね、バリ取ってのこの辺はちょっと引け取るような感じがあるんで、まあちょっとこう引け取りの、でもわざとこうなってる可能性もあるからね、ぐにょっとね、ないかな、なんとなくね、この膨らみを完全に取っちゃったらあんまりかっこよくないような気がするな。ちょっとまあでも引け取るような気がするんで、ちょっと合わせておこうかな。あ、こんな感じで合うからもうこれはまあ引け取っといたらええのかなっていう感じかな。もちろんありますよね、こういうところの引けはね。こんな感じかな。こういう角はね、痛めないように注意ですよね。でここのバリちょっと取って、でこの辺の細かいやつはねもうちょっと落ち着いてしっかりと取りたいと思います。こんな感じでしょうかね。あとこれか、ゲート、ここにゲートがあったんでここ取っとかなあかんね。これちょっとカッターナイフでね削ろうかな。でここしっかりとバリね、こういうとこはちょっとチャッチっぽく見えるんでね、バリ残ってたら。よし、こんな感じでしょうか。はい、ゲート処理ということでね。はい。何関連ねやろ。ゲート処理ということでね。まあまあ、この表面処理はまたね、
ボディの方とね、一緒のタイミングでやっていきましょうかね。なので今日は、ゲート処理とパーティングラインだけを、できる限りね、やっていこうかなと思います。この辺の、削り具合も、ちょっとね、こう、干渉してきたりとかする可能性はあるので、はい。こんな感じかな。はい。ちょっと綺麗にしとくかな。んで、まあ、ここのね、ちょっとこうね、こうぐにゃっとなっとるんですよね。まあ、実写のやつも割とこうね、なってるというかな、そういう感じのやつもあるんですけどね。まあ、ね、まっすぐなもんなんで、まあ、まっすぐに。ここはね、あの表面処理の時にね、このバリとかはね、その時にしようかなと思います。ここにね、ゲートね、これライン崩さないようにね、まっすぐに削らなあかんので、ちょっと待ってか、カッターでね、ね、こうえぐらないようにね、注意しながら。いい感じ。何がいい感じながら、うん。もうなんかね、この辺見ただけでね、なんか懐かしい感じが、うん、するんで、はい。フロントはね、もう全く違うんで、あの、これはこれでかっこいいんですけどね。あの、全く違うんで、なんか懐かしさはあんまりないんやけどね。うん、リアはなんとなくね、懐かしい気がします。これはアンダーゲート、やったと思うんやけどな。これはめ込めじゃないよね。あ、じゃないよね。削っときますね。しっかりと。この辺は干渉して歪み発生するんでね。はい。こんな感じかな。ここも。ここまた後でしようかな。もうね、完全にゲート処理ということになっておりますが、ね、コムさん世代の方やったら、この辺りの車じゃないんかな。うん。ね、あとまあ、この後のシルビアもやけど、ね、うん、コムさん世代、ね、走ってたの。まあ、ねえ。あ、これはあれか。リアを、だから、これいらないな。ね。ソアラとかね。430、530ね。うん。コムさん、あれですよ。これの前は、これは随分まだ後ですね。これの前は、だから、クラウン乗ってたんと、その前がね、スプリンターとか、ファミリアとか、ファミリアっていう時もあったな。フルエアロのファミリア乗ってる時ありましたね。うん。すぐに削っとこうか。よし、そしたら、他のパーツ行こうか。この辺行こうかな。順番にね、全部行くんですけども。グレーのパーツよね。
これ削ってええものかどうかやな。このね、このゲートじゃなくてね、ここにね、こう折り返しがあってね、ここに、なんて言うたらいいのかな、こう、ね、出っ張りっていうか合わせ込んでるようなラインがあるんですよ。これ削っちゃったら、なんとなくまずいような気がするんで、こっちからこれこうちょっと切って、軽くだけね、こう、削っていこうかな。ボディに干渉しないようにだけね。わかるでしょうか。ここ折り返しあってね、こんな感じになってるんですけど、これ作った方はね、多分わかると思うんですけどね。うん、もちろんね、作った方はわかりますよね。うまく削れたかな。これで干渉しないと思いますね。はい、あとはせやな、こういうのはもうバリとかちょっとこう綺麗に整えとこうかな。この辺はすり合わせね、ボディとのすり合わせやから、あんまり極端に削っちゃうとね、すり合わせするときに、いざすり合わせするときにね、あの肝心なとこがないっていうことになったらあかんのでね、こんな感じで綺麗にだけ整えときますね。はい、今合わせながら削ったら一番いいんですけどね、ちょっと時間の都合上まず削るという感じでいきましょうか。あ、そうそう、今ね、ね、いらん部分をほかしたときにちょっと思い出してんけど、あの視聴者さんね、コメントで、あのコムさんの足とね、足ちゃズボン、ズボンと、ね、床が粉まみれね、はい、あの粉まみれにもなりますしね、下に一応引くもんを引いてあるんですよ。で、あの今日はしてないですけど、エプロンする時もあったりとかね、あるんやけど、大体はもうエプロンもしてなくてね、ね、まあ、下へは落ちたりとかするんやけど、わりかし、うん、ズボンにはかからずね、うまく、うん、買わせてますね。ご心配ありがとうございます。まあ粉まみれにもなってる時ありますけどね、もちろんね、その時はまあまあね、ズボンちゃんと掃除して、床も掃除してね、はい、やっておりますよ。なので夜中にね、ゴロゴロ掃除してるときはね、掃除機はうるさいですからね、夜中はうるさいから、コロコロ、なんていうか、コロコロ、あ、まあコムさんコロコロ言ってるんですけどね、あのコロコロで、あの粘着テープのやつあるじゃないですか、床コロコロコロって転がすやつ、あれのね、ハンディタイプというか、ね、ちっちゃいやつね。で、床に這いつくばってコロ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 、ね、これ2階やから、コムさんのここのブースは2階やからね、多分1階ゴロ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 うるさいなと思ってると思うんだけど、はい、あ、これか、あら、これ折れたらあかんかったやつじゃないかな、ありました、ここ、これどうなんやろね、これちょっとインストで見て接着せなあかんも、これ切らんときますね、インスト見て、あの接着せなあかんもやったらさっきのやつ接着するしね、いらんもんやったらこれ取ったらええだけの話。多分なんかいらんような気するけどね。こう、ここにダボがあるしね。こうペタッとこのままつけるだけかなっていう気はしますね。うん。なんかそんな気がするから安心してきたからね。インスト別に慌てて見ないですけどね。接着せなあかんやったらもうせなしゃあないんでね。こうなったら。あの、もう入ってた時点で、開けた時点でね、もう取れてたんでね。取れるもんなんだろうなと思ってるんで、今のところ。うん、取るもんなんだろうなっていうことね。よいしょ。うん、割とあれやな、あの、もうちょっとこう、あの、綺麗なんかなってね、ちょっとこう、データこう思ってたんですけど、割とこう、ね、すり合わせとか、ね、処理は普通に、いるのかなと。コムさん、あの12分の1やったあの影響がね、かなり手にも目にも感覚にも、あれちょっとやっただけやね、1回やっただけやね、あれこれそれだけでもかなりの影響を持ってますね、あれ。うん、なんか24分の1ってこんなんやったかなっていうね、ギュッとこうね、やっぱりこのゲートとかね、パッティングラインとかね、こう縮まってるんで、やっぱりね、いっぱいありますよね、もちろんね、なんかいっぱいあるような感じに見える
うん、ただそれだけですけどね、あの汚く感じるっていうかな、荒く感じちゃう、うん、十分綺麗やと思うんですけどね、こんな、うん、思うんやけど、なんかそんな感覚が今どこあります。またこれ、ね、こっちに馴染んでくるんでしょうけどね、感覚はねと思われますけどね。はい、ここにもあるね。やっぱりこういらんやつかもしれんね。うん。ここにもあるいうことは、これ二つ。このまさかこんなん差し込まないと思うんでね。うん。押しピン跡うん。押しピン跡ですよね。これ取れたらね。押しピン跡にどうなってるんだろう。この辺は金型に詳しい方、ね、わかると思いますけどね。これはどういうことになってるんやろうな。うん、一回今度ね、何かの機会に、まあ、タミヤさんか何か行った時に金型のあのね、細かいところまでよく見ようかな。前行った時はね、そんなに じっくり見りゃへんかったんでね、時間ないんで、その辺もやっぱりね、見とかなあかんね。見といてこそこういうのがね、わかるんでしょうね。うん、ああ、今まで気づきましたけど、これ細、これ細おりますね、これ。気付けやな、絶対おるね。こうなんか引っ掛けてパチンってね、やりそう。はい、ゲートの方はまあ、処理できたりできなかったりというパーツまた見直しながらね、またやりますけども、ね、そろそろね、時間もね迫ってきてますので、まあいっぱいまだパーツあるんですが、はい、またね、次回までにやっとくか、次回続きまたやり始めるかね、いつもの感じでまたね、楽しくね進めていこうかなと思います。あの大きいキット好きな人はね、またちっちゃいキットにコムさん戻ったんでね、ちょっとね物足りなさを感じるかもしれないですけども、ちっちゃいキットもねコムさんも楽しんでいきますので、もしよかったらよかね、一緒にぜひね、一緒にね、遊んでくださいね、楽しんでくださいね。気楽にね、行きましょう。ね。最近あれですよね、皆さんね、やっぱり楽しんでなんぼだっていう感じで流れが、ね、やっておられるんでね、いいかなと思いますね。ツイッター見てたりとかしてもね、楽しくやろうよみたいな感じでやっておられるんでね、いいねーと思ってるんやけど。うん。なかなかね、難しい感じでやってるとね、あ、まあまあ、その世界はその世界でまあ難しくなるんですけども、ね、楽しくやる分には楽しくやればいいんじゃないかなと思いますので、はい、楽しんでいきましょう。ここ割とこれうまく削れるなぁ。なもんかな。でこれよいしょ、あ、タイロットか、ここ四角なんですね。なんでここにはパーティングラインあったやつ、こっちに今度パーティングライン、ここ四角なんです。あ、今回水にしませんでしたね、そういえば。うん、まあいいか、別に水にせんなあかんということはないんですけどね、うん、ただホコリが出ないっていうかね、あ、さっきの話もそれですよね、ホコリ、ね、あ、水研ぎするから、割とホコリマシなんやね、うん、水入れて削るからね、今この状態でいくとホコリがね、まともに多分下に落ちてると思いますね。ちょっとうっかりコンでしたね、うっかりコン、うっかりコンってなんやまあいいか、これいっとこうか。ここか。
なもんかな。はい、ということでね、今日はこの辺で、終わっておきたいと思います。ここまでね、やってきました。こんだけね、やりましたということで、あとこの辺はまたね、やっておきますというかね、やります。いずれね、いずれやるか、コムさんやっておくかですけどね、はい、やります。イースト調べてね、いるやついらんやつ確かめながら、はい、やっていきたい。ここもね、まだやってないんで、これもやりたいと思いますが、ボディね、ボディの処理もまだやるの、やりますのでね、はい、ということで今日はこれでね、終わっときます。まあ時間の都合上ね、こんな感じかなというところです。はい、終わっときます。はい、またね、大変長い間ご視聴ありがとうございましたね。ありがとうございました。で、次回ねまた頑張りますので、よろしくお願いします。はい、でコムさんのチャンネル登録もね、どしどしよろしくお願いしますということで、はい、それでは今日はこれで終わっときます。それでは、また次回お会いしましょう。